アリー・アクバル・サーレヒは、イラク・カルバラー生まれのイランの政治家、外交官、研究者、現原子力庁長官。2010年12月13日から2013年8月15日まで外務大臣を務めた。それ以前には1997年から2005年まで国際原子力機関イラン代表部常任代表。 2009年7月16日から2010年12月13日まで原子力庁長官を歴任。日本語メディアではされひと表記されることが多い。1949年3月24日、イラクのカルバラで誕生。仕事の都合で家族がイラクに住んでいたためである。学士号をベールートアメリカン大学から取得。 後1977年に PhD をマサチューセッツ工科大学から取得している。また、シャリーフ工科大学の准教授及び学長を務め、イラン科学アカデミー、イタリアの国際理論物理学センターにも席を置いた。シャーリーフ工科大学の学長職は、1982年から85年、及び89年から93年の2度にわたって務めている。 アリー・アクバル・サー・レヒーは、イランの外交政策の中で、積極的に活動している。1997年3月13日、大統領、モハンマド・ハータミーによって、国際原子力機関イラン代表部大使に任じられ、以降2005年8月22日まで8年以上に、渡って、この職にあった。2003年、サー・レヒーは、イラン代表として IAEA 追加議定書に、 署名している。公認は、アリー・アスガル・ソルターにーエ。2007年から、イスラーム諸国会議機構事務局長、エクメレディン・イフサンオールの下で事務局次長。2009年7月、イラン原子力庁長官への任命により退任。2009年7月16日、大統領、マフムード・アフマディ・ネジャードは、サー・アレヒーを原子力庁長官に任命した。 全民のゴラームレザーアーガーザーでは2009年7月10日に辞任している。以降、アフマディーネジャードがサー・レヒーを外務大臣に起用する2011年1月23日まで在任した。2011年2月13日、アフマディーネジャード大統領はサー・レヒーの後任にフェレードゥーン・アッパースリーを任命した。2010年12月13日、 アフマディー・ネジャード大統領が原因は不明だが、マヌーチェフル・モッタキー外相を罷免。サーレヒーを外相代理に任命した。モッタキーは2005年8月24日より外相の任にあり、アフマディー・ネジャード大統領の再選後も、引き続き内閣に留まった唯一の閣僚であった。2011年1月23日、アフマディー・ネジャードはサーレヒーを外相として任命する。 胸議会に通告。議会は1月30日、新任投票を実施し、146票の可決票を得て、正式に外相に就任した。サーレヒーは、外相として、国際連合事務総長の反旗分へ、イランは、バーレーンとリビアの革命を支援するとの所管を発している。2011年6月19日、議会の一部の議員が、 サー・アレヒーを弾劾する署名を実施。これは、財政担当外務次官として、モハンマド・シャリーフ・マレクザーデを指名したことで発生した。マレクザーデは、イラン外交交渉評議会の事務局長を務めており、エスファン・ディアール・ラヒーム・マシャー・イーの極めて近しい友人である。2013年8月15日、ハサン・ド・ハーニー大統領より、原子力庁長,長官に任命される。 2020年10月11日、新型コロナウイルスの検査で陽性反応が出て、サーレヒー長官が新型コロナウイルス感染症に罹患していることが報道された。AB、ミニスタープロフィール。ミニストリー・オブ・フォーギニアフェアズ・イスラミック・リパブリック・オブ・イラン。2011年9月8日、閲覧。レゾナンス・リージョン・ニュートラーニックス。 オブユニットセルズインファースト＆サーマルリアクターズザペイス MITMIT ライブラリーズ2011年9月8日閲覧フォーマープレジデンツシャリフユニバーシティーオブテクノロジー2011年9月8日閲覧マヌュシェルモッタキファイアードフロムイランフォーリンミニスタージョブ BBC ニュース h t t p w w w b b c UK, ニュースワールドミドルイースト -1198 万49312011年9月8日閲覧。パーラメントをケイズされやずいらん、S ニューフォーリンミニスター。ファーストニュースエージェンシー、http://english.farsnews.com/.newstext.php。 NN イコール89億1110万5812011年9月8日、閲覧。原子力庁長官に、サレヒシーラン、一般社団法人日本原子力産業協会、イランニュークリアチーフテスズ、ポジティブフトナインティ1 9フランス 24? ありがとうございます。